シー・ウランド、海遊館は、青森県五所川原市にあった、タラソテラピー体験施設である。青森県初のタラソテラピー体験施設として2000年11月1日にオープンした。施設の老朽化に伴い、大規模改修が必要になったことや入館者数の減少などを理由に、2020年9月30日をもって閉館した。施設名のシー・ウランドは、 五所川原市との合併以前の旧市浦村に由来する。市ウランド、海遊館市ウランド、海遊館所在地目の前の日本海の海水を利用したタラソテラピーを体験する健康施設。送迎バスが運行されており、地元住民だけでなく、県外からの利用者も見られた。施設内には、十五種類のアトラクションが楽しめる、温海水のプール、元気海プール、エアロゾル、 サウナ、トレーニングルームがあり、また別料金が必要であるが、バンジェ、アルゴパック等のタラソテラピートリートメントが体験できた。水着やバスタオルも購入、レンタルできるため、手ぶらで利用することも可能であった。またハーブなどのアロマ商品も取り揃えられ、実際に購入できる。加えて、元気会クラブという健康教室も開催されており、 高齢者が健康づくりのために好んで参加していた。2019年11月、五所川原市の佐々木隆正市長から施設廃止の方針が示され、12月17日には、市浦地区の住民懇談会で、佐々木市長から住民に説明がなされた。開業から20年近くが経過し、日本海からの潮風による建物の塩害や海水を加温して、 プール等に使用することによる建物内部の腐食等によって施設の老朽化が進んでおり大規模改修が必要であることその費用が約6億3千万円と見積もられたが今後の維持管理費利用者数の推移等を勘案すると施設の維持は困難であることから施設を廃止する方針に至ったものであったこれに対し五所川原市内外の3298名から 存続を求める、請願書が寄せられたが、2020年3月16日の五所川原市議会において廃止が決まった。いずれも、廃止時点郵便番号037-0404、青森県五所川原市、磯松山のい115-126、ありがとうございます。